ナイター競争とは競争を夜間に合わせた公営競技の開催形式のこと。ナイターレースあるいはナイトレースとも呼ばれる。名称は野球などのナイターにハムを取っている。夜間のレース開催は日本のほか、イギリスやスペイン、香港やドバイなどで行われている。中には開始が日没後という例もある。日本では最終競争発想を夜の時間帯に合わせるよう、 各競争の発送時刻を設定した開催形式を言う、主に気温が上がる春から秋にかけて行われているが、冬季も実施している公営競技場がある。昼間開催では、第一競争の発送が、概ね9時50分から11時過ぎとなるのに対し、ナイター競争では、第一競争の発送が、当日の競争数にもよるが、概ね15時から16時の間になるのが、 特徴である。日本では1986年7月31日に地方競馬である大井競馬場で公営競技初のナイター開催が実施された。これ以降、売り上げ確保やイメージアップを図る観点からナイター競争を開催する公営競技場が増えており、今後もナイター競争を開始予定、もしくは導入を検討している競技場がある。競輪では、 1> 第1競争は15時代に開催してきた協定では2014年4月に気流協定上で協会発となるナイター照明の LED 化を実施。まず対岸照明鉄塔の投光機に適用し5月末までにすべての投光機を LED 照明にしたハレーション等の眩しさが低減されて目に優しい光線消費電力の抑制。 耐久性にも優れている等の長所を挙げている。一方で、中央競馬では、ナイター競争を実施しておらず、現状では、その計画や構想もない。初のナイター競争を開催した大井競馬場を、抱える南関東公営競馬では、土曜日、日曜日を中心に開催する、中央競馬と証券が重なることから土、日の開催がしにくいため、 平日を中心に開催せざるを得なかったが、その平日の昼間開催では、会社員が勤務時間と重なるため来場することが難しく、客層は限られてくる。そこで、会社員の勤務時間が終わる17時以降に競争を行うことで、仕事帰りの会社員も取り込むことが可能になる。特に、東京都などの大都市圏を抱える南関東地区では、 平日の昼間に開催するよりも夜間に開催した方が照明にかかる電気料金などの追加経費を差し引いてもそれに見合うだけの集客が見込めたことが実施の背景にある。また、大井競馬場は住宅地から離れており夜間開催による周辺地域への影響が比較的小さかったこともナイター開催の実現を後押しした。 近年は地方の競技場でもナイター競争が行われるようになったが、これは場外発売所の整備に加え、電話投票やインターネット投票が普及したことで、普段競技場に足を運ばない客層を掘り起こしたことも影響している。夜間に開催を行うことから、周辺地域への影響が大きい面もあり、例えば立川競輪場では照明設備が整っているため、 ナイター開催は可能な状態にあり、施行者である立川市も開催を希望しているものの、実現には至っていない。過去には、1987年に西宮競輪場にて、プロ野球開催用の照明設備を利用した初のナイター競輪の実施を一旦は決定したものの、場内整備問題のため結局は、実現には至らなかった。金融機関によっては、白母競争を含め、 電話投票がナイター開催に対応していない競技場がある。2020年現在、ナイター競争を実施及び予定している公営競技場は以下の通り、括弧内は愛称名、地方競馬、編集トゥインクルレース、名古屋競馬場においては20年来の検討課題とされ、名古屋競馬の現場関係者により結成された名古屋競馬の未来を考える会などが存続の 切り札として検討しているものの、設置費用や周辺住民の理解の問題から実現していなかったが、2022年度の雇トトレーニングセンターへの移転時に、冬季限定でナイター開催を行うこととなった。帯広競馬場2007年6月16日より実施、2019年は4月27日から12月30日に開催する。 最終競争発送予定時刻は20時40分。なお2013年より11月下旬から12月下旬の間、最終競争発送予定時刻が19時40分となり2015年度より準、ナイターとして開催。ただし、開催日により変動がある。門別競馬場を2009年5月20日より実施し、2010年度より全日程ナイター開催を開始した。愛称は、 公募により決定。最終競争発送予定時刻は20時40分。ただし、開催日により変動がある。船橋競馬場2015年6月15日より、実施。2018年度より通年で、ナイター開催を実施する。最終競争発送予定時刻は20時50分。当期は1時間繰り上がる。ただし、開催日により変動がある。これは、 大井競馬場や川崎競馬場、高知競馬場でも同様である。大井競馬場2019年は4月8日の12月27日に開催する。川崎競馬場1995年5月7日より実施。2019年は4月1日から12月20日に開催する。園田競馬場2012年9月7日より実施。 2019年は5月3日から11月8日の毎週金曜日に開催する。最終競争発送予定時刻は20時30分。高知競馬場2009年7月24日より実施。競馬では初となる通年でのナイター開催を開始した。ただし一部白母開催となる日がある。相性は公募により決定した。 佐賀競馬場2020年10月3日より実施予定競輪編集東京ミリオンナイトレース競輪ではこれまで一部の競輪場や場外発売所でナイター開催の場外発売体制が整っておらずサマーナイトフェスティバルを含めナイター競争の場外発売を行わない発売所もあったそのためナイターで通年開催している小倉競輪場では 競輪祭を、四日市競輪場では開設記念競輪を、共に、ナイター未対応の発売所でも、発売可能にするため長らく昼間開催で、施行してきたが、競輪祭は2018年より、ナイター化することが発表され、2019年以降も、ナイター開催を継続している。また、オールスター競輪においても2021年より、ナイター化されることが決定した。 なお、議員のナイター開催は2004年の慶応閣での日本国際博覧会協賛競輪などがあるが、開設記念競輪においても2017年4月の川崎よりナイターを開始し、現状では3日制、4日制合わせて年4開催が実施されている。函館競輪場1998年7月8日より実施、通年開催。 青森競輪場2016年10月11日より実施。岩木平競輪場2009年7月17日より実施。宇都宮競輪場2020年6月18日より実施予定。八彦競輪場マジェスティックナイター2019年6月25日より実施。前橋競輪場2015年2月27日より実施。 西武園競輪場2018年10月31日より実施、京王角競輪場2002年10月29日より実施、松戸競輪場2002年7月30日より実施、川崎競輪場2001年7月10日より実施、平塚競輪場1999年8月29日より実施、伊藤温泉競輪場2014年12月2日より実施、 静岡競輪場2020年3月3日より実施。豊橋競輪場2019年2月3日より実施。四日市競輪場2002年10月7日より実施。2007年4月より通年開催。奈良競輪場2020年1月25日より実施。玉野競輪場2016年11月19日より実施。 松山競輪場2009年11月20日より実施。高知競輪場を2018年8月2日より実施。小倉競輪場を2000年10月18日より実施。通年開催。GI 競輪祭は2018年の第60回大会よりナイター開催を実施。クルメ競輪場2011年1月12日より実施。照明設備は常設していないため。 開催時は、移動式証明車を搬入。佐世保競輪場3セットナイトレース2015年8月2日より、実施。別府競輪場2018年1月23日より、実施。竹尾競輪場2010協定、編集ムーンライトレース協定では、戸田協定場がナイター競争の場外発売を行っていなかった。しかし、 2011年度の SG、オーシャンカップ競争からナイター競争の場外発売が行われた。また、最終競争締め切り予定時刻は3ヶ月ごとに変更して重複を回避している。2018年度は通年で20時33分、20時35分、20時37分、20時39分、20時41分、20時43分、 20時45分となっている。気流協定上1997年9月20日より実施2011年5月より全日程ナイター開催となった。2010年までは12月下旬から翌年3月までは昼間開催だった。ガマゴ協定上1999年7月1日より実施2006年3月より全日程ナイター開催となった。 全公営競技を通じ、初めて全日程ナイター開催を開始した。2002年のモーターボート記念競争から始まったナイター SG の発祥の地が、この蒲氷である、墨の絵協定場を2006年7月8日より実施。2016年度より年末年始開催等を除いて、通年ナイター開催となる。丸亀協定場を2009年4月21日より実施。 当初より全日程ナイター開催である。下関協定上2017年4月1日より実施。当初より全日程ナイター開催である。若松協定上2004年5月1日より実施。2008年3月より全日程ナイター開催となった。以前は正月明けから2月までは昼間開催としていたが、この間にもナイター開催が行われた時期もあった。 大村協定場を2018年9月23日より実施。一度は頓挫したナイター競争計画が復活し、開催を決定した。オートレース、編集伊勢崎オートレース場1989年6月2日より実施。相性は2006年6月7日より使用している。飯塚オートレース場2005年8月20日より実施。照明設備を常設していないため。 主に SG や GI などが開催される場合に移動式証明車を搬入してナイター開催を実施する。川口オートレース場2015年9月5日より実施。2015年は証明設備を常設していなかったため、飯塚オートレース場と久留米競輪場共用の移動証明車を借りて、また新型消音マフラーを使い開催された。2016年からは照明装置を常設して、 開催される。またショー、消音マフラーはそのまま使用されている。過去に開催された、公営競技場、編集朝日川競馬場1994年7月26日に、初開催、2008年まで実施。競輪及びオートレースでは、他の公営競技のナイター競争よりもさらに遅く。 夜9時前後から11時台にかけて開催される、ミッドナイト競輪、ミッドナイトオートレースという競争が開催されている。なお、発送時刻が遅いため、ナイター競争とは異なり、無観客で実施されている。また、競輪場によっては、ナイター競争は開催していないが、ミッドナイト競輪のみ開催しているケースもある。詳細は、ミッドナイト競輪を呼び、 ミッドナイトオートレースを参照香港には、砂源競馬場とハッピーバレー競馬場があり、砂源競馬場が毎週日曜日の昼間開催なのに、対し、ハッピーバレー競馬場は毎週水曜日の夜間開催となっている。ハッピーバレー競馬場の最終競争のスタートは23時前となっている。ありがとうございます。